Everyday moments are the important moments that connect us. キウ名古屋。皆さんこんばんは。8月18日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウ名古屋お送りいたします。今日も暑かったですよね。名古屋まで40度近くぐらいあったんじゃないですかね。ね、おぼじのね、厚底ブーズもね、ムレムレになっております。滑り王子、マスクマンでございます。はい。ちょっと、具合が良くなったと思って、調子に乗って歩いていたら、また、ますます家に戻ってしまいました。味噌煮込みスキーと。暑くてですね、汗がいっぱいかいてましたら、ちょっと足の、膝の裏がですね、汗もになったダンサーズでございます。はい、今週のテーマはお米。今週のテーマはお米です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、フリーデザイナー兼ラジオパーソナリティの宮平慎一さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウ名古屋。はい、じゃあ今日のメールをね、読んでいきたいと思います。最初はですね、はい、泉さんの特急サーさんからです。ありがとうございます。お米、沖縄のお米が大好きで、たまにですが沖縄の親戚に送ってもらっています。日曜日と月曜日、祖母のお墓参りで沖縄に行きました。5年ぶりのお墓参りです。あら、そうでございますか。親戚の家で食べたジューシーは最高でした。また沖縄からお米を送ってもらおうと思っています。あ、そうですね、またあのね、ジューシー美味しいですからね、いただいてください。いいですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。暑いですね。今夜のテーマは3つとも昔の私なら当てはまるものがなかったです。3つとも。ご飯が好きになったのは沖縄に住んで子供もできてご飯を炊くことになってからかな。それまでお米が好きでなくて食べたこともなかったかも。お米、パン全く食べなかったです。麺食いでした。ああ、なるほど、麺派だったんですね。でも今は違いますよ。ご飯に納豆最高ですね。そして山下清みたいにおにぎりが大好きです。それでは最後まで頑張ってくださいねっていうことです。ありがとうございます。美味しいですよ ね、 ね、 そうですね。おにぎりはやっぱりお米の原点というかね、冷めてその味の良さが出ますもんね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、はい、キュース、最近暑いですね。キュースか、はい、パティスリーシンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。コロナでマスクしなくちゃならなくて、猛暑でそれがさらに暑く、大変ですが
みんなで力を合わせて乗り切りましょうね。はい、頑張りましょう。そうですね。さて今週のテーマはお米なので、一言だけ。パンとご飯、ご飯の方がカロリー低いから、ダイエットしたい君は今日から意識してお米を食べよう。あら、そうなんですか。ダイエットに詳しいデブごとパティスリーお兄さんとの約束だとなってますね。なんかね、最近でよく言いますけどね、お水飲んでも太るっていうそういう感覚がね、王子よくわかるんですけど、はい、なんか飲むとお腹すごい張るんですけど、うん、やっぱそれでもやっぱり太るんですかね。でもマスクマンはあんまり食べないんですよね、お米、うん、食べないです。あ、うん、お米も食べないですし、パンもあんまり食べないですね。ね、お米がこの、お米があれになったのはよく、あんまり飲まないから。私あんまりご飯食べてるイメージないんだけど、うん、そうですね、あんまり食べないですけど、コレステロールの高そうな脂っこいものはね、そっちに行ってる、ね、そっちは食べてますね。なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございました。こんばんは、皆さんお元気ですか。はあ、このコロナよ、早く平常に戻りてでございます。神月ばあちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。お米美味しいよね。でも沖縄で食べるお米より内地に行くと美味しい気がします。水のせいでしょうかね。ちなみにうちは炊飯器がありません。上等な炊飯器が欲しい。先日息子に炊飯器を買いましたら11万とかするやつでした。食べ盛りで15炊きが必要で高かったけど、15炊き一緒新型が出たということで8万になっていたのでラッキー。いやいや8万ってね、それもすごいね、結構高級。我が家は鍋で炊いています。炊飯器よりは美味しく炊けます。でも上等な炊飯器が欲しい。叫んでもアイドルでもあるまいし、炊飯器は送られてこないよね。では本題のお米エピソード。皆さん、私実は味噌屋なんです。はい、はい、よく存じております、はい、ケーキ屋と思ってませんでした。味噌を作るときに味噌には麹が絶対必要なんです。麹を発酵させて味噌ができます。その麹はお米で作っています。麹を作るときは60キロのお米を蒸します。途中開けてかき混ぜたり打ち水したり2回に分けて蒸すので、湯気の立ったまま入れ替えしたりします。蒸されている鍋から布に包まれた15キロのお米を持ち上げます。水に浸かったので数キロ増えてるんです。か弱い私、あ、それを台もそれごめんなさい、それを持ち上げ台に広げて冷まし麹にします。か弱い私がそんなことするの想像できます。うん、できる。今王子一瞬止まらなかった。いやいや、タイミングを見ながら。ごめんね。持ち上げるときには熱いのなんの重いのなんの室伏張りに声が出ます。いや、室なんだったら室伏になった気、室伏さんでいいですね。はい、はい、ね、選手のね、はい、今60キロのお米たちがその作業を待っています。自粛期間に早くやらないとなと思いながらも、あー、熱い熱い、あの作業を思うと気が遠くなります。ものすごく汗をかきます。重くて大変です。でも痩せないんです。せめて痩せてくれたらやりがいもあるのにな、というお米エピソードでした。ではまた来週、バイナラー。コロナに負けるのですよ。アミスカは太ってる感じしないですけどね。うん、うん、ね、なんかそのいろいろなこう作業してる間でこの心筋代謝が良くなってですね、健康的に思えてしょうがないんですけどね。うん、でもね、やっぱりね、重労働ですよね、味噌作りっていうのもね、はい、ね、量が。でも美味しいんですよ、味噌がまた。うん、いつも買ってます。そう、うん、そうですね。はい。ありがとうございます。ます、はい、続いてですね。はい、お願いします。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。デスバレーでサウナ、アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。デスバレーってデスバレー、うん。デスバレーでサウナって。うん、ちょっと王子デスバレーどこだったかな、デスバレーって存じ上げないんですけど、じゃあ続いてじゃなくてね、北欧だったでしたっけ、うん、あ、なんかそう、海外、海外だよね、北欧ですよね、はい、なんかいいところでサウナ入ってんのかな、うん、はい、太りたくて白米を食べまくってますが、やっぱり動く量が多くて体重は維持されています。ということはアレックスさんはもうかなりスリムでございますよね。
ね、とってもこうね、動いて動いて、うんうん、スリムですよ、なかなかあれなんだよね、はい、肉がつかないのかな、ラジオで聞いたんですが、米にはカビやゴミがつくので、できるだけ優しくでもしっかり洗う、そして水分を多く吸い込ませた方が甘くなるから、30分以上は水につけとくといいそうです、ということですね。うん、まあ、やっぱりちょっとこう、水、そうそうそう、水にね、吸い込ました方が、うん、そうですね、美味しくなります、うん。いい情報、ありがとうございます。あれ、おじ知らんかったの？うん。あんまり、食べないから。あ、そう。うん、食べないし、ね、しかも、おじは、だって自分でお米炊かないもんね。そうでございます。羊がいますので。羊がいるからね。やはり、冬はね、ちょっと長めにつけないと。なかなか。詳しい。はい。うん、あ、そう。そうなんですよ。うん、そうなんです。冬は長めですね。うん、夏は短くてもいいです。うん、はい。そうなんです。はい。いい知識を。はい。はい。はい。いや、結構みんな知ってると思うよ。あ、そう。はい。ということで、では、CM の後はゲストコーナーです。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から、上村かなさんのトイレの神様まで、全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は、陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ、日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーになりました。はい、本日はフリーデザイナー兼ラジオパーソナリティであります宮平真一さんです。こんばんは。こんばんは。どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんか不思議な感じですけれどもね。不思議な感じですか。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めて自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、読谷を拠点に、フリーデザイナーとして、活動しています。FMJG というね、屋号で、活動しています。宮平と申します。FM 読谷の方でも、パーソナリティを務めてまして、毎週日曜夜9時から、フルムーンジョグレディオショーというね、和洋ポップス、ブラックミュージック、ワールドミュージックなどを、相方のいかりさんと共に、手持ちのレコード、CD で、お届けしている番組を、務めさせてもらってます。はい、ありがとうございます。私もですね、はい、お邪魔させていただきまして、はい、レコードや CD を、ね、はい、持ち込みまして、はい、これかけてくださいということで。すごく楽しかったです。時の番組ですね。はい。はい、で、いつもダンサーさんも、味噌煮込みスキーさんも、はい、私たちの番組に、
メールくださって非常にありがたいです。いや、こちらこそありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい。もうね、自分たちの世代のドンピシャな曲をかけていただけてるので、すごい、もう本当に心地いいですね。あ、そうですね。はい、あの、イカリさんの音楽はね、あの、すごく、あの、80年代前後で、すごく、あの、おしゃれな感じでいいんですけど、僕だけっていうのはね、もう50年代とか60年代のちょっと、まあ、古臭いというか、まあ、僕は好きでかけてるんですけど、いやいやいや、あの、まあね、ちょっと癖のあるような感じが多いんですけどね。はい。はい、ありがとうございます。で、はい、まあ、あの、ラジオの、まあ、まあ、私たちも、そして、あの、こういった形で出演いただいて、大変お世話にはなってるんですけども、あの、本業の方をお話しなきゃとは思ってるんですけども。そうですね、はい、なかなか、あの、まあ、番組でもそうなんですけど、はい、あの、まあ、デザイン業というか、まあ、もともとあの、コンサルタント、あの、都市計画のコンサルタントをやってて、はい、まあ、そこから、まあ、今もあの、続けながら、まあ、半々というか、まあ、デザイン業3分の2ぐらいっていう感じで、はい。やってるんですけど、はい、なかなか番組ではね、はい、お話しする機会なくて、はい。まあ、あの、こういう感じで、あの、まあ、事前にね、あの、いくつか送らさせてもらったんですけども、はい、今、その資料をですね、まあ、今、あの、持っている、はい、あの、隣、味噌煮込み好きがいますので、ツイキャスの方はちょっとご覧になれるかと思いますけれどもね、はい、まあ、いろいろ手掛けていらっしゃるんですけど、うん、どれから紹介していいのかな、とか T シャツのデザインとかね、こういうのもありまして、見えますかね、ツイキャスの方はもしかしたら見ていただければと思う。 T シャツのデザインですとか、あとね、それだけではないんですよね、あのマスク守ってた、うん、これはこれはちょっと、あ、お久しぶりでございます、滑り王子でございます。そうですね、なかなかあのご無沙汰してますね。はい、ツイキャスではね、いつも僕は滑り王子マスクマさん、拝見してるんですけど。ありがとうございます。はい、恐縮でございます。いえいえ。この新さんのですね、この漫画イラスト、このキャラクターとかですね、この販売促進用のこのチラシとかですね。ね、企業さんのチラシですとか、うん、はい、あとね、これミュージシャンのね、うん、まあ、千葉な辰巳さんのプロデュースの CD ですとか、あとね、直木屋さんのこの CD ジャケットとかフライヤーとかね、はい、そのデザインも ね、手掛けてくださって、はい、すごい幅広く。そうですね。だとですね、まあ、今こういう。そうですね、たまたま、はい、そういう感じで、まあ、仕事をいただいてるって感じですね、うん、はい。はい、あとね、お役所の、この、ね、読谷村のパンフレットですとか、あと実はここに、ツイキャスの方ご覧いただけるかもと思うんですけれども、このティッシュボックスもね、読谷村の、この読谷くんのキャラクターのティッシュボックスのデザインとかね、ですね。いろいろあります。あ、そうですね。はい、使ってくださってありがとうございます。はい、もう、とても活躍してます。使っております。ね。ティッシュボックスは、役に立っておりまして、うん、うち、ティッシュ、はい、置いておきますと、大体、ボコボコになってるんですけども、このティッシュボックスがあることで、丈夫な。丈夫ですので、そういったことなく。ああ、ね。はい。ありがとうございます。はい。はい、あと、これは地図ですか？あ、これはね、うるま市の公園の完成予定図とかね。はい。こういった、ね、その、アーティストさんだけではなくて、こういう、行政からの。そうですね。もともとは、まあ、こういう感じの、うん、まあ、硬いと言ったらあれですけれども、そういう、まあ、設計というか、計画で、うん、まあ、しばらく、十何年か、はい、勤めてたんですけれども、はい。うん、こういったデザインを、うん、まあ、依頼を受ける際に、うん、はい、まあ、当然、先方からの要望っていうのはあると思うんですけども、それをこういった形で具現化するっていうのは、うん、何か苦労されてることってございますか？まあ、僕の場合は、その、闇雲に、たくさん案を出すわけではなくて、はい、まあ、ある程度、その、依頼主の方とお話しして、はい、まあ、特徴をつかんで、で、それで、まあ、僕の方で、一旦、一つか二つぐらいの案を出して、うん、そこから、まあ話を、こう、膨らませていくっていうやり方でやるようにしてるんですけれども、ね。ああ、はい。
まあ、方向性が、やっぱ違うこともあったりして、それを、うまくこう、合わせたりするのに、まあ、やっぱ工夫が必要になってくることもあるんで、まあ、それが楽しいところ、楽しいというかね、面白いところでもあると思うんですけれども。はい、書き直しとか、納期に迫られるということで、常にピリピリしてないかなと思うんですけども。はい。まあ、だけど、基本、そういう、幼い頃からその絵を描くことが好きで、はい、やっぱりこういう、まあ、細かいその作業も割と、まあ、苦にならないっていうか、はい、周りからもよくこんな細かいことできるなとか言われてることもあるんですけれども、はい、むしろそういうのが好きだったりするのかもしれないですね。はい、これも全部今パソコンでお作りになられてるんですか？そうですね、ほとんどパソコンですね。本当は手でね、書くのも、僕もこう、いろいろと入れたいなとは思ってるんですけど、やっぱり、はい、なかなかね、こう、作り直しだとか、はい、その、まあ、納期のこともあるし、まあ、そういうのもあって、今のところはやっぱパソコンが多いですけれども、やっぱアナログの良さも、いいなというふうに思ってるところではありますけれどもね。ああ、そうなんですね。はい、アナログでね、書いたところで、まあ、そのまま見るのはいいんですけど、これをね、スキャナーで通したりとかしちゃうと、どうしても色合いが変わっちゃうっていう。そうですね。色合いとか、そういう、なんていうんですかね、雰囲気っていうかね。はい。そういうのも、まあ、なかなか難しいところありますけど、ね。そうですよね。はい、まあ、ちょっと、ごめんなさいね、マニアックなことで申し訳ないんですけど、画面、パソコンの画面で見ている色と、印刷した時の色は違いますので、この色合わせってすごい大変なんですよね。はいはいはい、そうですね。で、僕の場合はあらかじめ少し幅を持たせて、どうしてもこの色で再現したいとかっていうのであれば、うん、もちろんその、なんていうんですか、色見本とかそういうのを使ってやることもあるんですけれども、なかなかね、例えば、プリント、こう、印刷業者さんにお願いするときでも、そうですね、まあ、イメージと違うこともあるんで、多少の、こう、幅は持たせるようにしてますけれども、ね。そうですね。まあ、RGB と CMYK の違いっていうのも、はい、そうですね。で、キャリブレーションも かけないといけないっていうのもありますし、はい。はい。ちょっと難しいところかなと思います。そうですね。色合いは特に、最初に、やっぱ、目に入ってくるものでもありますからね。はい。はい。といったところですけども、マスクは何かございますか？いや、もう本当におじはですね、新一さんですね、私、ちょっと前にですね、ちょっとって何年か前かな、はい、金髪セミヌードみたいなね、写真を撮ってますのでね、それを、インパクトがあるようにね、デザインしていただいてね、チラシにしていただきたいっていう。いいですね、それに、ね、アレンジを加えてね、はい、2万円ぐらいで売ろうかと思ってますけど。おだまり、おだまり。おだまり、おだまり。怒られちゃいました。おだまり。マスクマンさんを光らすこともできると思うんでね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ご効果さすようにお願いいたします。はい。お引き取りください。はい。ということでね、たくさん幅広くね、はい、やっていらっしゃるので、またね、ちょっと興味がある方は問い合わせていただければと思いますけれども。はい。ということで、まだ、先ほど最初にラジオでも、ラジオのことをお話しされてましたけども、うん、FM 読みたんで、はい、日曜夜9時から、はい、はい、ラジオの方ですね、はい、はい、放送されております、フルムーンジョーグ、レディオショー、はい、こちらの方皆さんまたお聞きいただければと思います。FM 読みたんの YouTube サイトから、そうですね。はい、はい、ご覧いただけると思いますので、皆さん、検索していただければと思います。直接 FM 読みたんが入る方は聞いていただければ、はい、と言って、ね、リアルですけど、リアル電波ですね。ね、リアル電波でお聞きいただければと思います。ありがとうございます。はい。いえいえ、大丈夫です。はい。はい。ということで、はい、本日は、フリーデザイナー兼ラジオパーソナリティの宮平真一さんでした、はい。どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。すごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということでね、たくさん実はね、このいろいろデザインされたものをね、見せていただいたんですけど、なかなかラジオで、ツイキャスの方をご覧いただいたんですけど、なかなかね、ラジオでお伝えできないのがちょっとね、あれですけどもね、はい、はい、メールに行きますね。はい、はい、キウナゴヤの皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。ジャンソンのフルムイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、お米。私はご飯が大好きです。特に炊きたてのご飯が大好きです。ある時、人間ドックの問診で、私は糖質が多いと指摘されました。そうです。ご飯の食べ過ぎが原因です。甘い食べ物以上にご飯を好んで食べていたので、ご飯は糖質が多いということを初めて知ったのは、この10年の間の最近のことです。最後に、50歳過ぎた今ではご飯の大盛りで食することは怖くてできなくなりました。しかし、一度でいいから新潟県などお米を主に生産している地域に行ってみたいものです。その土地でできたお米をその土地の水で炊く炊きたてのご飯をその土地で腹いっぱい食べてみたいものです。うちなんちゅうは美味しいお米、他府県の皆さんほどまだまだ馴染みがないのですよ。でもおかげさまで沖縄でも他府県で生産される美味しいお米が入手されやすくなりました。やはり憧れです、ということで、ね、えやっぱりね、米どころのものは本当に美味しいですよね。そうですね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。あら、じゃあエンディングですか？エンディングですね。はい。はい。あっという間ですね。はい。来週のテーマは？ラーメン。来週のテーマはラーメンです。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8と名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もたくさんメールありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、読めなかったかと申し訳ありません。また来週読みたいと思います。読みます。でツイキャスもたくさんいただいております。小川からもちさん、かみつきばあちゃんさん、沖縄にわんちゅーるさん、シュプリームさん、ひろっちさん、浦添のしんちゃんさん、アメ男レイニーさん、チムニシークワーサーさんですかね、うん、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。沖縄ワルチューンさんはね、お米のこの毎月送ってくるね、そういう配布会みたいなのに入ってる。おお、うん、今入るサブスクリプションですね。あ、そうなの。はい、うん、横文字弱いから弱いからはい、はい、ということで、またまた来週お目にかかりましょうか。そうですね、はい、お会いしましょう。閉店ガラガラ。はい、お聞きいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ツイキャスも、ね、読みたかったんですけれどね。はい、なんか沖縄ニュアルチュールさんとシュプリームさん、ピープルウェーブで聞きました。お大事にということで、ありがとうございます。はい、ちょっと行ってわりたいと思います。膝尾の方で。ですね。はい。スプリームさん、白いものはカロリーゼロのはずなのに、お米を食べると太るのはなぜでしょう。なぜでしょう。なぜでしょうね。で、しんちゃんさんはタイ米が好きです。なぜかというと、青森の原料だからです。ということでした。わかります。ということで、はい、ありがとうございました。また来週です。来週はラーメンです。